皆さんどうもこんにちは、ダイダラです。ポケットモンスターバイオレットやりましょうか。さて、そういえばね、前々回ぐらいで学校の大会優勝した時にね、俺帽子ゲットしたと思うんですよ。で、帽子そういや着てなかったからね、それ着てみまうか。これかな、スポーツキャップかっこリーグってやつ。あー、これがリーグキャップってやつなんだ。なんか似合わんなこれですね、新しくもらったやつ。これと合うのは何服だろう。夏服とかのが合うかな。なんかどの服もっていう髪型が合ってないんだろうな。なんか似合わんな。なんか似合わんな。まあ、久々にちょっと春服着ようかな、じゃあ。うん。春服着ようと思います。で、帽子もだから微妙なんでいつものに戻しとこう。ヘアバンドにしとこう。はい。まあ、そんなことは置いといて。さて、前回ね、レイドバトルで、ミライドン、ドーンと、俺の相棒、お前じゃねえな。ミライドンが、仲間になりましたというかね、バトル用に育成しました、バトルフォルムのミライドン。で、ドーンと、乗れる。ね、まあ、乗ったりする子なんですけど、この子じゃないミライドンがね、まだいるみたいで、今日はその子捕まえに行こうと思います。ちょっとね、レイドバトルするにあたってね、このミライドンがね、ちょっとまだね、育成がちょっと終わってないのと、今ね、ミライドンって、やっぱ飛行タイプと水タイプに対しての特攻っていうか、電気タイプの技しかないので、結構あまり強くないんですよね。なんで、ちょっと電気タイプとね、電気タイプで有効なポケモン全部倒し尽くしちゃって、もういなくなっちゃったんでね、今日はね、そのミライドン捕まえに行こうと思います。レベル現在93です。100まであと少しだな。さて、SS、もう一匹いるっていうミライドンなんですけど、なんと、ドーンと、エリアゼロ。そう、パルデアの大穴に、まだいるみたいです。で、パルデアの大穴だけどさ、なんか以前は、ミライドンがビビってさ、背中乗せてくんなかったんだよね、確か。で、出てこないっていう。今乗れるんじゃねえかな、と思うんだよね。だから、広大な大地を、空飛んで、楽しくウフフキャハハできるってことだったら、ちょっとおもろなんじゃねえかなと思って、ちょっと行ってみたいと思います。やってきました。美しい大地。乗れる！乗れるよ！みんな！壁登って帰ろう！これ。壁、どこまであるのこの壁！登れるの！登れるが帰れんのか俺は！何？え？マジ登って帰れんの？そんな！そんな、登れないと思っていたのに！え？どこここ？ここは、帰ってきました。そんな、登ると帰っちゃうんだ。で、ちょっと待って、逆に、大穴ダイブしたらどうなるのかやってみようぜ。大穴ダイブ。飛び込めーってやったら、え？おーっと。落ち、え、いける、あ、ここからいけるんだ。建物の中から毎回律儀に行かなくても、ここについてくるわけなんだね。なるほどな。そんなおちゃらけたことをしたところで、今日もやっていきましょう。待って、ウルガモスの鉄のなんとかがいる。名前わからんやつ。鉄のウルガモス。ちょっと、欲しい。今いなかった？今いなかった？いなくなっちゃった？あ、どこにいる？鉄のウルガモス。ちょっと待って。名前がわからない、鉄のウルガモス。お前名前なんて言うね、鉄のウルガモス。ねえ、どうやってあいつ戦うんや。降りてこーい。待って、こっちは鉄のカイダーいるじゃん。待って、パラドックスポケモンの宝石箱や、これやばいって。パラドックスじゃんこんなの。え、鉄のカイダーレベル低く、お前。よし、食いまおう。いや、激アツですね、これは。1の2の3の、やあ。来たな、鉄のカイナ。うわあ。嬉しい。こんないっぱいいるんだ、ポケモンたちが。鉄のカイナ。で、パラドックスポケモン、格闘電気タイプ。ある探検に指示された鉄のカイナという物体と似た点が多いポケモンだ、っていう。嬉しい、鉄のカイナ。鉄のカイナが手持ちに加わった、だって。ね、鉄の毒牙か、あいつ。ね、ちょ、ポケモン変えとこう。よし、塩キノコ手持ちに入れて、じゃあ今からね、とりあえず、ミライドンを捕まえに来たんだ、俺は。パラドックスポケモンを捕まえに来たわけではない。だけど、こうやっておもろいね、パラドックスポケモンが、その野生でというか、普通に、
ちらほらいるよ。にゃーんであいつは逃げる。いや、まあ、どこかおるやろ。ね、いずれいると思うので、ね、そういうやつを捕まえつつ、とりあえず降りていこうかなと思います。でもさ、やっぱこうやってさ、今まで行けなかったとこあるじゃん、こういう崖の上とか。行けるようになったわけよ、こういうとこ。だからなんかアイテムとかもね、ここ独自のアイテムとかがあったりとかするんかな、こういうとこ限定アイテムみたいなとか。マックスアップ。ちょっと技マシンとかこの上にありそうだよね。まあ、そういうのも見つけながら、とりあえずパラドックスポケモンいたら、ボコボコに捕まえていこうと思いますが。いや、ちょっと待ってみんな。あ、いた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 。よし！来たぜ！ちっちゃいくね、こいつ。マイクロサイズかよ。それで、鉄の毒ガンボール！頼む！1位のダウンス。ダウンス。いやー。いやー、うるさーい。え、どうしようこれ。ボール全部強いって。え、炎今一つやから炎を歌っとくかとりあえず。ちょっと捕まえよ、なんと、なんとしてでも。なんとしてでも捕まえよ、こいつ。まーす！あ、いいダメージ。さあ、ハイパーボールで。よいしょ、ゲットー。よかったよかったよかった。鉄の毒が嬉しい。嬉しい。お、鉄の包みもいる。なんでもおるな、ここ。鉄ポケモン。ねえ。アマがもうなんか私もパラドックスみたいな顔してそこにいるな。捕獲例は0。1です、今。データ不足。古い書物に記された物体と特徴が1。パラドックスポケモン、鉄の毒が。未来はこんなにもメカメカしい。未来は機械が発達してるんだね。あと、鉄のトゲちゃんだね。鉄のトゲちゃん。いやー、なんか、ポケモンって最高だね、みんな。でも、さすがにバンギラスの親戚みたいなやつはこんなとこにおらんやろ。なあ、ちょ、もうちょい下まで降りてみよう。やばい、みんなさ、今までさ、ここのステージ俺ちらほら自分でてっこてっこ歩いてたからさ、こうやってパコパコ降りていけるの楽しい、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ楽しいけど、ここ。ねえ。一番下のさ、洞窟のゾーンとかもめっちゃおもろいやろ、絶対、こんなん。ほら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 。こことかどうなってんの？めちゃいいね、これ。ん？なんかいる？ねえ、君か。ねえ、君か。この子たちはよくいるね。うん。鉄の包みと鉄のカイナ。多分よくいるパラドックスポケモンだ。食いぼだ。うわ、ここも降りないといけんの。うわ、もうやってるぜ。うわ、すげえ、ここ綺麗だね。さあ、クリスタルに導かれてやってまいりました。ここら辺から確か鉄の包みとかが出てきたんだよね、確かポケモンとしては。で、キラちゃんか。キラちゃんに俺深まる捕まえてねえから、捕まえとこうかな、せっかくだし。ふかちゃん、いやふかちゃん、とりあえずうちの子になっておこうか、一回ぐらいな。はい、じゃあ、キボー。いやいや、それ図鑑埋めも俺やらなあかんわけよ、結局んところ。だから図鑑も埋めよう。あ、鉄の輪立ち奥にいる。見て、鉄の階段、鉄の輪立ち。ねえ、大だらくん、なんでもいます。さあ、深丸さんゲットでーす。パイセンだね、深丸パイセン。いやー、ガブリアス今作も強いのかな。育成してーだ、ガブリアスも。よし、というわけで深まるゲットでーす。地点で温められた横穴で暮らす。敵が近づくと穴を飛び出して大口で噛みつくぞーっていう。ワニポケモンです。ワニ、いや、サメです、ごめんなさい。ワニは僕です。僕です。俺は保健師。ねえ、ガバイド、お前もか。どうしたねえ。ちょっととりあえずボールだけ投げてみるか、ガバイト君。ガバイト。深丸族ねえ。マジで捕まりにくいんだよ、こいつら。深丸族って。で、捕まったけど、うん。深丸族。捕獲率って低いよね、結構。いや、だから、食い棒で捕まってラッキーです。やったぜ。さあ、連続シュゲットも、ガバイト、ホラーのポケモン。光り輝くものが大好きで、洞窟の中で見つけた宝を自分の巣に溜め込むぞっていう。ガブリアスとかの巣があって、巣には宝がいっぱいあるってこと。やべえじゃん、みんなであさりに行こうぜ。でも絶対やられます。いや、600族っては怖いわけよ。ちっちゃくね、このわだちくん。ねえ、ちびのわだちじゃん。待って、向こう側、
どう、こんなとこある見て、絶対なんかあるじゃん、ほら。おおおおお、めっちゃなんか森森森や、森も巨人王とかめっちゃ敵も多いな。激凛、激おこりんですここポケモン所狭しとおるけど、この狭いスペースに、ねえ、宝石の上とかもいけるじゃん、ここテラスタル、テラスタルストーンみたいなやつ、なにこれ、ジュエルか。うわー、キモー、キモーいじゃねえか体がでかーい、俺。なんかすごいな、ここ。なんか、まあ、あとは、ガブリアスじゃなくて、あれだよ、なんだっけ。バンギラスか。バンギラスの、やつだけが、パラドックスポケモンだけが見つかってないけど。いるんかな、鉄の階段がなんかどっかにいるけど、なにこれ、え、埋もれてる、え、どうやってんのこれ、え、これどうやってんの、なんか中にいるのこれ、宝石のねえ、大変なとこに生まれたな君。え、待って、これ使え、戦えてんの、どうやってんの、どこ、ここど、俺どこにいるの今、うん、なんか、うわ、戦えるんだ今めっちゃ俺頭おかしくなりそうだったわ、意味がわからんくて。お、待って、あの研究施設のさ、そこのてっぺんに宝箱あんじゃん、宝箱、宝物、アイテム、なんだこれは、トリックルーム、トリルなんだ最後のアイテムは。よし、さあやってきました。ん、色違いかと思ったら違うわ、なんかスリープモードだったね。捕まえたよな、鉄の神戸は。いや結局ね、いなかった、バンギラスみたいなやつ。あ、俺ドラメシアも捕まえてねえじゃん、結局。そうだ、ドラゴンタイプのこの子だってね、捕まえにくいんですよ、めちゃくちゃ。だからね、結構スルーしがち。まあ、倒しちゃった。まあ、いっか。まあ、じゃあ、この子はいずれ捕まえましょう、図鑑埋め替えの時に。さて、あ、なんかね、もう一体いるっていうミライドン、どこにおるんでしょうか。まあ、探しながらちょっとね、多分研究所とかにいると思うんだけど、バンギラスいねえかなって、ちょっと軽く探そう。5分くらい探させて。いや、いないな。中の洞窟にもね、いなかったから、外かなと思って、外もね、ちょっとバーっと見てきたんですけど、あ、見つかっちゃった。なんかね、やっぱいないね。で、やっぱ鉄の、なんだっけ、茨だっけ、鉄の茨と、あの、鉄の武神だったっけな、なんか、サーナイトとエルレイトみたいなやつ。あいつもまだね、全然出会わないから、ちょっとなんか、いる場所とかしてたら、ぜひとも皆さん教えてください。全然わからん。よし。じゃあ、いっか。ではでは、今からね、やつ、捕まえに行こうと思いまーす。あ、いたー、すいません、いました、いないとか言ってすいませんでした、いました。ちっちゃいですね、なんか思ったより。かわいいですね、ちっちゃくて。ちっちゃい、かわいい。鉄道茨。マジ頼むぞ。2、3。ぬーん、ぬーんってなる。いや、これ怖いなー、鉄の茨にフリアソング打つの。今一つ、あ、ハイパーボイスとかにしとこう。弱えし、ハイパーボイス。あ、全然効かんわ、勝った、こいつ。これはフリアソング耐えるだろ、さすがに。フリアソング。マジ捕まえるぞ。マジ捕まえるぞ。全然耐えます。耐えちゃんです、これ。電気タイプ、充電、電気タイプのポケモン多くないっすか、ねえ。特攻1段階アップで、さっきのハイパーボイス 1.5 倍威力でも耐えます。もうフレアソングもう一回打つのは怖いんで、やめます。よし、オッケー。もう一回打ってからハイパーボール投げよ。ハイパーボール、頼むぞー。ダメー、頼む。よし、オッケー。鉄の茨、いや鉄の茨見た目マジかっこいいからな。よし、鉄のシリーズ、パラドックスポケモンって俺全部結構好きだから、手持ち全部パラドックスにしてもいいレベル。
さあ、鉄の茨、バラドックスポケモンです。ある探検機で鉄の茨と紹介されている物体と一致する特徴がある。いいわ、電気タイプ、悪じゃないんだね。鉄の茨、いいわ。なんか鎧って感じ。硬いんだろうな、鉄の茨。耐久力が鬼だったもんな、ほら。さあ、鉄のシリーズ、図鑑で並んでるのは全部ゲットできましたね、これで。やりー。よし。さあ、俺的に満足したので、下まで降りて、ミライドン探しに行きましょうか。多分だけど、こん中にいると思うんだよね。行ってみようか。で、もう一回戦えるんかな、ここで。え？さあ、研究室の中に。うわぁ、一人でまたここ来たよ。懐かしいね、ここ。ねえ、ちょっと一回寝ていくか。ねえ。よく見たら、瓦礫の山だもんな、ここ。AI、アンドロイドは、あれなのかな、やっぱ、掃除とかはせんのかな。気にせえへんから、埃とかあっても。わからへんけど。気にするんかな、AI も。ここ、埃っぽいな、とか思わんもんだ、絶対。目がチカチカするー。絶対戦うだろ、ここで。ここだろ。ここじゃないわ。ここ目チカチカするだけですね。はい、皆さん。嘘だろ？ここじゃなかったか。いった！ミライドン！ちょっと！普通におるやん、君！え？どこにおるんって思ってさ、ちょっとさ、空飛んでたら、いましたね。ここどこ？ちょっと待って。ちょっと待ってね。ここはどこかっていうと、わかりません！一番下です！はい。一番下探してたら多分あります。ということで、やんのか、ほら。え、怖い。こんにちは。すいません、僕、ダイダライオンって言います。後ろから行っていいですか？ねえ。おらー！あれ？あ、仲良くした方がいいよ、君だ。うん。仲良くしよう。写真も撮っちゃおうかな、ちょっと。写真も撮っちゃおうかな、二人で。仲良く。イェーイ。イェーイ。俺とミライドン。ハイチーズ。ハイチーズ。パシャ。来た。俺とミライドン来た。よーし。あー、ホゲージ出ちゃった。起きろ。あれ、起きろじゃない、戦おうぜ。ミラミラ、ミライド、ギャオース。ギャオスじゃないの？アギャスじゃねえの？ギャオース。やっぱ全然違う声。後ろ向いてる。ねえ、ハドロンエンジンだ。来た。未来の機関を躍動させる。まあ、でも俺は謝らなきゃいけねえんだ。俺は君をね、マスターボールに入れたいんだ。なので、対戦ありがとうございました。うわー、うわーおすげー。一瞬なんだけど、ミライドン捕まえたぜ。よし、来たね。さあ、ミライドン、ね、コンプリートモードって何これ。で、古い書物に名がある鉄のオロチらしい。稲妻で、大地を灰に変えたという。ミライドンで鉄のオロチって名前なん？何それ？そっちの方がかっこよくないか？ね、鉄のオロチの方が。ね、いや、君は、なんか、めちゃ強い、ミライドン。ちょっとね、もう強さを見る？強さ見たい、ミライドンの強さを見る。普通と一緒だよね。コンプリートモードだったけど、ハドロンエンジン。ね、登場したエレキフィールド貼るね。めちゃめちゃ強いやつです。はい。控えめでめちゃめちゃ強いですね。君は。いい子だな。メタルボックス置くとこが。ミライドン。はい、オッケー。うおー、なに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 、あきゃー、あ、やべえ、喧嘩し始めたボールの中で。なに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 、おー、あきゃーって。何があった、あの二人で。ねえ、どうしたんや、サンドイッチ食うか。まあ、仲良くしろよ、君ら。よし、じゃあ皆さん、今回ここまでにしましょうか。さあ、ミライドンゲットしました。まあ、あの子はね、使うかどうか言われたら、まあ、使った方が多分いいんだろうけど、
あの、まあ、俺は相棒はこの乗ってる子なんで、この子を当分使おうと思います。ね。この子で使うためにはね、毎回降りて、ね、ここのライドするってところから手持ちに加えるってみたいなやんなきゃいけないんですけど、まあ、その手間が愛おしいってやつみんな、分かってほしい。めんどくせえとか言うな。はい。というわけで終わりたいと思います、皆様。チャンネル登録してくれたら、チャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。次回こそ、レイドバトル。ちょっと翌日以降に撮るので、ね、レイドバトルと続きやっていこうと思います。俺が増えてるの、僕ちょっと楽しい。はい。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。オーツポヨです。デカダイダラでした。